福島第一原発の事故を検証する国会の事故調査委員会で、東京電力の勝又会長は、菅前総理が吉田前所長に直接連絡をしたことが、事故処理の妨げになったと、政府の対応を批判しました。電話等々でいろんな紹介等々がダイレクトに、えー、菅総理、あるいは細野補佐官等々がある、こうしたことは正直あまり… 芳しいものではないと。事故調査委員会は、昨日東電の勝又、恒久会長を参考人として招きました。菅前総理が事故直後、吉田前所長に直接携帯電話で指示をしたことについて、勝又、会長は混乱の極みの発電所で指揮を取る所長に質問的な話があり、時間を取られたと苦言を呈しました。